に心当たりのないデッドエンドを迎えた遠野くんをお助けする Q&A コーナー、教えてシエル先生の時間です。こんにちは、教官のシエルです。ゴッドキャー。さて、今回の死亡ですが、なぜこうなったかわかりますか、ゴッド。神だからわかんねえ。直前に選択肢もなかったし。はい、これはちょっと珍しい数個前の選択が影響しているパターンです。ただでさえ深夜の探索は感心できないというのに、お家の方に嘘までつくのは道徳的にアウト。心当たりがある遠野くんは該当する選択肢に戻って誠実に対応してみると良いでしょう。嘘は良くない、正直が一番ってことだにゃ。まさにその通り。見ろよ、あの私にそっくりな吸血鬼ヒロインの心の綺麗さ。やっぱヒロインたるもの、嘘つかない、隠し事もしないが基本だよね。ね、そうは思いませんか、シエル先生。ところで、何か言わなくてはいけないことがあるんじゃないかにゃ。無駄無駄、素直な心には一発も当たらないにゃ。それなりに鋭いじゃないのさ。なるほど、実力は互角というところか。それでは今回はこの辺で、また次のデッドエンドで会いましょう。隠すのは体重と武器だけにして。オッケー。